ってんすか、そんなところから出てきて。かっこ悪い。大丈夫ですか。大丈夫大丈夫。結構小傷が入った。録画ボタン押す。そうだね、押すわ。こんばんは。はい、皆さんおい、ぶつかった。皆さんこんばんは。皆さんぶつかった俺今。俺のぶつかってんじゃん、ゴイッと、染吉です。やべ、ごめん。こんばんは。こんばんは。ぶつかってる、ぶつかってる。うっそー、すまん。ダメージ入った？いや、ダメージ入ってないよ。すまねえ。なんかゴリゴリってタイヤがぶつかってる。近い。俺降りてないから。ごめんなさい。もうちょい左だよ。ねえ、タルさん、ここトラック用のレーンなの？これ。え？知らん。なんで入る、ちょうど入るからちょうどいいんじゃないの。縁石はみ出してるよねこれ。すまん。まあ別に大丈夫ですよ。殺される。お互いなんかスタンダードな車体だな。え、買ったばっかりっすもんだって俺。俺もそうだけど、ちょっとアクセサリーつけたぐらいですよ俺も。あ、ホイール、前も同じアルミホイール履いてんのか。いやー、ノーマルホイール出せえからまずホイールからいじるでしょ。やっぱね。ノーマルの鉄筋ホイール出せえからな。出せえんだよあれ。レベルいくつなんですか今。今6とか7ぐらいですよ。へえ。あ、じゃあ俺とあんま変わんないのか。やっぱ太郎さんもいたずらに上物つけないんですね。上物？え、なんかライトとか飾りからはいかないんだな。あ、ちょっとつけてるよ、ほらバイザーとか。そう、ホイールつけただけ。バイザー？ほら、あのフロントガラスのところにバイザーつけて。あ、ほんとだ、バイザーついてる、帽子だ。あとはライト、これほら。あ、ほんとだ、上物積んでる。これや安いやつからやった。金あるな。いや、数百円だから。マジか。あとグリルのなんかちょっと違うじゃん、グリル、あの鼻先のところのさ。あ、ほんとだ。これもなんか数百円だったからつけた。俺も今度つける、うん、風よけだ。っていうかそんぐらいしか今やれるもんないしね。ないね、うん、借金生活だからさ俺も。じゃあちょっとひとっ走り行って稼ぐか。そうだな。仕事どこで取るよ。ロスで仕事取るか。フレイトマーケット。へえ、ロスからベガスの仕事があるな。それがでかい一番。ちょっと待って、フレイトマーケットで、まあ、要はもベガスまで行けんのかんの。俺ベガスまでだったの。 あとはフレンソスの。あ、ベガスある、花火。ベガスじゃ行くか。ベガス行こうか。ウォールマートだ。俺はターゲットってところ、ちょっと離れてる、ここから。ターゲット、ちょっと待って。取ってくるわ。あ、うん。こっから、あ、ウォルマートじゃねえの、これ。ガススタートラップ出てって、ウォルマートだ、俺も。あ、じゃあそれ行こうぜ。よし、行くぞ。W ってウォルマートでしょ？そうだよ。じゃあ、一緒だ。あ、じゃあパイセン先頭お願いします。おい、出てこれ右じゃん。さあ、アメリカントラックシミュレーターのユーザーの民度というものを見せてもらおうか。いきなり友達のトラックにぶつけている俺が。ナビ見りゃ、あれタルさんのアイコンが緑色になった。ああ、そう、なんかフレンドは緑色になるっぽいっすよ。とっても便利ですね。どうやってフレンドって判断すんの？いや、だからアイコンが緑になってるから。スチーム？え、な、何が？あのシステム的な話、スチームで判断してんの？いや、俺それは分かんない。MP の中の人に聞いたよ。多分スチームのやつ、ほらオンラインしないとさ、で入れないじゃん。入れない。マルチって、だからそこなんじゃないの？なるほど。
アルフィだ。兄貴なんて白線踏んでんの？あ、怖いから避けてんの？いや違う違う、この人先行かせようかなと思って。あ、なるほど、アルフィだ。ブー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 、ついにあれだね、ワークショップ対応来るねらしいね。決定なんでしょあれ。決定決定、もう画面も用意されてた。まだ対応してないよ。期待をしてない。これでいちいち元のアップデートするめんどくささから解放されるね。そうですね。そらさんに組んでもらった元さ、元セットすげえ元入れなきゃいけないからね。あ、数多いですからね。いちいちダウンロードしてくるのめんどくさかったからな。お、左に切ってこっちか。狭い路地入らされんだな。狭い路地だな。あ、信号変わっちゃったから一時停止して、はーい、右折すると。うわ、嘘。え、あ、これはダメなんだ。いや、これダメ、うん、ここはダメらしい。なんでわかんの？今違反切られたから。マジで？うん、条件がわかんないね。あ、いや、わかっ、なんとなくわかったわ、条件。あのね、下の引いてある線によると思う、あの停止線の形。へえー、これ横一直線だけのストップっていう停止線じゃないですか。うんうん、これは多分ダメだと思うね。ああ、ちょっと横右折できるところってなんかちょっと広がってるよね、右に。そうそうそう、右斜めに広がってるからそこは OK なんだと思うよ。なるほど、学ぶね。ここもダメなんだろうな、多分。だから、あ、信号変わっちゃった。ああ、じゃあ先行ってるわ。ソーリー。やったよ、これで ETS と ATS がもっと楽になったら遊びやすいぞ。そしてあと、ま、マルチも対応してほしいよね。あ、そしたらあのワークショップで。それ言えるな。あとはミンドよ、ミンド。レーダーがさ、正確だからさ、うん、いまいちこう確認が無意味になるな。そうなんだよね。目視確認しなくていいっていう。いいのか悪いのかなんともだけど。なんとも。でもこれないとな、怖いんだよな、バカが暴れて。暴れた時に逃げられなくなるからな。取ってきたの、仕事。いや違う。あ、待ってたのか、総理。倉庫の中で待ってた。俺サンフランシスコに会社買おうと思ってる。あ、そうなん。綺麗だから。あ、それはいいよね。毎日金門海峡を通って仕事に行きたいから。で、ちょうどフルハウスのリメイクやってるよな、今。ネットフリックスで。ああ、そうなんすか。そうさ、リメイクっていうか、うん、何十年後のフルハウスみたいな感じで。へえー、みんな年食ってたわ。なんかそういうの流行ってんのかね。あー、MC ハマーのハマーダンスやってたわ。俺の踊りは最新だっつって。懐かしいな。90年代で頭が止まってるよこの人みたいなツッコミ入ってた。なんかおそ松くんといいさ。あー、おそ松くんはもっと古いだろう。そうなんだけど、なんかリメイク、またそういうリメイクなのかね。リメイクは常に してるよな、でも。
おお、はい。おーおーおー、顔かっこいいじゃん、こいつ。危な。よし、着いたか。なんか車がいっぱい固まってんな、この先で。安全運転で行こうぜ、怖い。見せつけてやろうぜ。何を？安全運転を。俺たちのセーフティードライブだよ。あれ、落ち着いて待ってるだけかな。何がケースバイケースなのか教えてやるぜ。挨拶返しか。引き受けると。てか、あ、ノンコリとかないんでしょこれ。いや、ここ倉庫の中ノンコリだよ。あ、ノンコリじゃないところもある。ガソスターとかはノンコリじゃなかった気がする。ノンコリって出ない。あ、出た出た。ノンコリジョン、当たり判定なし。オッケー。でってってってん。よし、仕事取った。ベガスに行くぞ。そうだな。ライト、ライトつけろよ。切られるぞ。今ライトつけたの？今ライトつけた。うん。押せよ、ポケって。はい。うるせえ。かぶせてやる。やったー！値段の割に荷物がちっちゃい。あ、短い方？やったやった。俺ロングトレーラーだわ。ロングトレーラー死ぬ。チェ。パイセンの実力見せてもらうわ。俺先かよ。じゃあ俺マイク？いや、大丈夫？どっちもいいよ。積んだよ。お、積んだ。やったぜ。ちょっとワクワクしてきた。はい。積んだ。じゃあ行くか。オッケー。俺ちょっとあそこ出づらいから右から回ってくんね。右から出るの？いや、だから。あー。はーい。わかった？わかった。あ、ここ。あ、ここ、行き止まりだ。最悪。嘘、見てやろう。危ない危ない。行き止まりなんだね。トレーラーってさ、おー、危ねえ。あ、TS3 一応対応してんだ。あー、みたいっすね。駐車場のトレーラーってさ、行った時によってさ、置いてあるトレーラー違くね？うん、違うけど、なんで？やっぱそうなんだ。車庫入れの難易度変わってるような気するなと思って。ああ、それはあると思うね。同じ、出発！どうせベガスだから、ナビが狂ってもタラさんについてくよ。うん。オッケー。てか、一緒でしょ？なんか違くなったら教えてよ。チャゲットみたいな感じ。何が？届けるところ。ああ。じゃあ、現地着いてからが違うかもしれないね。うん。やべ、信号変わっちゃった。ここ右折できるから大丈夫。ああ、そうだね。すいー。重たいのー。あ、マギさんはついてきてるのかな。あ、来てる来てる。同じ。スイー、なんだよそれ、スイーって。え、アクセルオフで車を動かすときでスイーってなるだろ。擬音の説明なんかいちいちしてられっか、バカ野郎。そうっすか。スイーはスイーだよ。
タロさんかっこいいよ、俺のところから見ると。あ、そうなの。荒野にいるわ。あれ、そういえばさ、さっき星条旗のペイントの人いたんだけど、うん、つまりわ、あの、た、もう来てるじゃん。何か、あ、そっか、配布が終わってないだけか、なんでもない。あの、ほら、フォーラムに登録した人限定で。あれ、星条旗じゃないっしょ。あれ、そうだっけ。星条旗は、星条旗はレベル上がると手に入るんですよ。あー、へー。スチームパンクカラーのやつでしょ。うん、あの、フォーラム登録のやつは。走ってるよ、と、時々。どっちも。登録人数が多すぎて、ID 配りきれてないんでしょ、あんた。あ、そうかもしんない。俺最初来てなかったな。もう来てた。来てんの？俺来てたよ。俺まだ来てない。俺の方が早かったのかな、じゃあ。1日で160万人も登録してきたから、今、配りきれてないんだって言ってた。そうなんですね。ケンワス W900 も、もっとかかると思ったけど、早かったしね。まあ、なんで発売したとき同時にパッケージ化しなかったんだと思ったけど。うん、なんかケンワスから待ったがかかったらしいよ。なんでや？謎。なんだろうね。もうタイトル、起動アイコンに使っちゃってるのに。うん。何キロ巡航？え、85とか6ぐらいだよ。やっべ、俺マイル表示だから分かんない。オッケー。まあ、ほとんどマイル、その制限速度ぴったりぐらい。オッケー。俺、エンジン次しろうと思うんだ。あー、シャーシ変えた？変えてない。1個上のシャーシってさ、ガソリンタンク増えるじゃん。あー、うんうん、あれがちょっといいなと思ってんだけど俺。もう燃費、俺運転下手だからすぐガソリン減っちゃうから、確かにそれもいいな。だからね、坂道がきついんだよ、でかい荷物の時に。そうだね。ただギアも10速も辛いよね。辛い。あー、ミッション入れるって。13速入れてかなーと思ったけど。なるほど。まあ、パワーはもう我慢するしかねえかなと思ってんだよね。ギアを変えるっていうのも、てか賢いね。まあ世話したくなるからめんどくせえのあんだけどさ。あエンストしちゃうんだよ。ちょっと難しいよね。クラッチないからさ。まあでも馬力上げるのが一番手っ取り早いけど、高いんだよなエンジン。確かし、一段階ずつ買うのもなんかバカらしいしな。まあそれはそれで。まあでもあれだよね、あのエンジンもさ、あのエンジンの名前変わるじゃん、会社が変わるでしょ。あ、そうなんだ。うん、だから音も変わってくると思うから、それを楽しむのもありだよな。音ね。へえ。あ、マギさんは 100m か。いい感覚だ。ぴったりだよ。安全運転でいい感覚だぞ。パッシングしてんの分かる？分かんない。ハイビーム煽ってんだけど。あー、煽られてるね。分かる分かる。煽ってる。ちょっと天木さん、しばらくまっすぐだから前出てくださいよ。分かった。せっかくなんで。抜いてやるよ。俺が。飽きてきたよ。何が？画面に飽きてきたよ。なんでだよ。一定の画面だから。AI カー欲しいな。
ほら抜くぞ。いいか、湾岸スタイルだぞ。おお、早っ。おお、じゃあ適当に徐行するわ。じゃ、普通に走っててくださいよ。ちょっと加速しすぎた。あ、そうなんだ。オッケー。へえ、俺ここの荒野すごい素敵だと思うんだけど。なんかいいね。うん、奥に なんか見える工場か。重工場、工業地帯だ。タロさんは何メートルくらいいた？ん？100メートルくらいですよ。上等上等。なんか反対車線止まってるトラック。ああ、止まってるね。いいな、ここの景色。いいよな。まさにアメリカって感じするわ。するね。いや、昔ここ。プレイヤーの数がやべえ。嘘。うん。わあ。馬で走り回ってたんでしょ、ここら辺。西部劇の時代はね。すごかったよ。町入った。まだ直進だっす。あプリムっての町なのかな。わあ、でもどんどんスピード落ちてく。ああ。速度、街の中だから速度制限かかってんのかな。踏めない。俺も踏めない。踏めた。35マイル。まあ、なんか観覧車あったね。煽ってんの分かる？え？見えない見えない。あ、煽ってる煽ってる。あのフェンスが光ってる。ふざけんな、やるかバトル受けて立つとこの野郎。やっぱ 50m ぐらいの距離にならないと見えないな、これ。いやでもね、車が中がピカピカ明るい俺いつも左のミラー見てるから、左のミラーに映り込むようにやったら分かると思う。ああ。なるほどね。うぜえぞうぜえぞおお、対向車綺麗だな。あ、先頭に2両、先頭に2両いるね。でもなんかちょっと様子が変。1台止まってるっぽいよ。気をつけて。はーい。あ、動き出した。消えた。あ、次のバイパス左だね、俺。合ってる？俺、右。右？うん。ついてくる？どうしようかな。じゃあ、ついてくか。どうせベガス同じよ。ここ右。いや、だから、バイパスを左に行くんでしょ？俺、右。上がって右？上がって右。ああ、そうなんだ。違うのか、行く先。ついてこいよ。あ、せっかくだから見に行くわ。ベガスだ！ストップ、あ、ヘッド。はーい。止まるぞー。ここのね、この坂の上がりが嫌なんだよ、バイパスの。あ、ゴートシミュレーターだ。え？左見てごらん、橋の。あ、ほんとだ、ヤギだ。関係ねえだろ。どうだ俺の説完璧だ。最初のコード比べると全然っていうか、あの Xbox コントローラーいいっすね。箱こんなもんな。うん、ここ右折だ。はーい。右車線曲がりでもらってしまうという悪者。怖っ。
ラスベガスってこんな感じなのかな。ね、アスファルトひび割れまくってるよ。ああね、うわ、ベガスのあの有名なピラミッドだ、ピラミッド。ああ、あれ有名だ。ああ、危ない危ない、前見てなかった。ピラミッド、ピラミッド、あ、有名な、有名有名。なんか火吹いてるところとか出してくれたらいいんだけどな。カジノやってるよみたいな。いやー、今日の荷物は軽いから楽だな。悪いね。次はどっちよ。ここも右折。そこも右折すんのか。あ、でももう俺着くわ、ごめん。じゃちょっと車庫入れでも見せてからタロさんとかついてこう。あ、今のとこ左折だった。なんだよ、くるっと回る。うまい、美しい、天才。見してやるぜ。太郎さん、いい色塗ったな、トラック。かなり渋い色になってんな。これ純正色だよ。へぇー、あ、そうなんだ。うん、あれ、これ買った時の動画見た？ああ、見た。ひどい買い方だった。うわあ、なんで？ごめん、ちょっと今、ボケが！うん。なんだよ。俺、優先道路の人がビビって止まっちゃったじゃねえかよ、お前。ごめん、ちょっと、今、本当にぼやっとしてた。ボケが！ダメージ入ってないからいいけど。びっくりしたわ。俺、車体に 6% だぞ。どうしたの、太郎さん。いや、今、本当にぼやっとしてた。左折やぞ、左折。まああれですよ、焦って買っちゃったからさ、純正色のまんまそのまま買っちゃってるからさ。うん、あんなにひどい買い方してると見たことないよ俺。いきなりマイトラック売ってもう一回借金だからね。うん、関係ねえよみたいな。いや、ベガスは車線が広いな。広いね。皇居前みてえだ。ここ入るんだ。この地味なところを左折と。ここね。うん。で、左折レーン取ってと。ここ左折だね。うん。スイー。スイッター。うまい。はい。90点どうなってんだ。うわー、ちょっと待ってよ。あ、これタロさんのみんな楽しみだな。待って、90でしょ？これ中によるんだよな。俺ね、最近ズルして一回ここトレーラー置いて中覗いてきたいなっていうのがあるんだよね。でもまあいいや、90点いくか。見してくれよ。逃がさねえぞ、お前も。勝負だからな、お前。何の勝負だよ。駐車勝負だから、お前。頼む、簡単でやってくれ。
おい、やったー、簡単で勝った。クソ簡単やこれ。これで90美味しいぞ。タラさん、パイロンになるつもりじゃねえだろうな。いや、見てるだけだからね。見てるだけ。ダメよ、邪魔は。妨害は許さないよ。すげえ簡単。勝った勝った。今夜はお赤飯よ。やめろや。何が楽しいんだ、やめろよ。いや、照らしてあげようかなと思って。バッシングだろ。ハイビームにしときゃいいじゃねえかよ。なんでそんなバレるような嘘つくんだよ。見とけ俺の注射テクニック。オッケーオッケー、見とく見とく。あ、やべ、ミスってる俺。いいよ、見とくよ。あ、ミスった。あ、これ完全にミスった。完全にミスった。くっ。大丈夫。こう言って。ここで、大丈夫。一発入れてやる、これ。あーらよっと。よっしゃ、やった。終わった、終わった。うまくはないけど終わったよ。お疲れ。入った。うまいぞこれ。ボーナス入ってるから6000やったぞ。ちょれちょれちょちょれ。30分くらい。じゃあタオさんとこついていこう。てへ、行くか。じゃあ行こうぜ。てへ、ええぜ。てめえ邪魔してんじゃねえかバカ野郎。しないで、見とけっつうか近くで見てたんですよ。まあおかしいじゃねえかよ。彼女だってこんな距離許さねえよ俺。ハイビームやめろ。やってねえよ。やってないか。被害妄想いい加減にしろ。待ってね、車来てるから今。了解。おお、かわしてる、かっこいい。でもちょっとリアルだな。まあでもここですれ違いやっちゃダメだな。狭いよね、ここね。狭い狭い。すれ違っていい場所じゃねえ。てかさ、アメリカとか海外のトラックってさ、右折ランプ赤なのな。あー、てかウインカー、右折ランプとかウインカーでしょ。そうさ、ウインカーウインカー。そうだよ。なんでオレンジにしねえんだよ。あんまそこ気にしないんじゃん。大雑把な連中だ。逆に日本がうるせんだよ、いちいち。もう怒ってんの。点滅してりゃ分かんだろ。ブレーキランプかもしんないじゃん。なんか色がいっぱいあるとさ、デザイン的にさ、一体感なくてやだよね。うん。だけど俺、あの7フォア、7半フォアとかの国産のあのデカウインカー好きだけど。あ、昔のバイクのでっかいウインカーはいいけどさ。ね、ヨーロピアンウインカーとかわざとちっちゃいのつけるより、あ、純正のあのスタートレックみたいな形のやつ好きだけど。でかいやつね。でかいやつ、宇宙船かよっていうくらいでかい。なんか後ろにいるな。いるよ。あー、すげえ。あのなんだっけ、ピラミッド。でかいっしょ。あ、なんか右側に観光客いっぱいいない？ 5、6人。そう、いないよ。駐車場にいない？俺だけか。お前だけだろ。あ、ベガスっぽい、ベガスっぽい。ベガスっぽいなぁ。あ、駐車場に、あ、人いるわ。いっぱいいない人？いっぱいはいない。あ、そうなんだ。もう結構5、6人いたんだけど。確かにベガスっぽいよなぁ。え、うるさ。なんで遅いって。
おせえぞ。やべ、煽られてる。ボケが道路なめんじゃねえぞ。何キロ出せんだろう。あ、結構出んだな。結構出るな。スピード制限かかんない。見せてもらおうか。あ、制限かかった。大丈夫っすか。あ、右折じゃないの。騙したな。え、なんでウインカー出してないじゃん。だってプーンプーンっていうか、だってそこその先マップないっしょ。プーン、ふざけんなよ。ちゃんとやれ。プーン。ちゃんとやれとか言って、全く本当だよな。バッテン入ってるとこに行くわけねえだろって。なんだこれ。なんだこれ。危ねえ。ボックス？ボックス TL ビト。何この人。あ、動いた動いた。ここ右折なんだけどさ。了解。ああ。まあ、信号無視しちゃったよ、あいつ。ここは右折しちゃダメなやつだと思うんだよな。近すぎてウインカー見えねえ。ここ右折ね。うん。ほう。あの、走ってる車にさ、ハイビーム当てても光の反射ないね。走ってるとか、あの、他の車に対してライトが当たっても反射がないから、なんか変な感じっていう。反射がない。反射とか光が当たってる感がない。あ、本当だ。タラさんの車明るくなんない。そう、なんないんだ。ここ左。え、どうなってんの、ここ車線。あ、向こうが高速なのか。あ、車出てきてるから気をつけてな。はーい。よっしゃ、駐車バトルや。あ、90こっか。ウルフだ。ヒットマン。わお。ミッシャルはデコトラジオ答えだ。見せてくれよ。90点。90点。あー、ここの90はいじめになるときあるからな。楽勝よ。ほんと？うん。スイー、どこに止めんの？ここよ、この左よ。俺のところ、あ、コンテナがいっぱいある。いや、見させてもらおうか。おお。ぶつけた今。今なんかゴインって言った。なんで。いいよ、パレットだし砕けばいいんだよ。うわあ、むずいむずい。これあっかん、これあっかんやつや。どこ、そこ。おおおお、やるか。なんか踏んだ。あ、なんかパレットが落ちてんね。パレットじゃない。なんかあのビール瓶入れるようなやつがある。ビールケースいっぱい落ちてるよ。別に引いたことになってないぞ。いや、引いてる引いてる、引き出てる、笑った。ひっくり返してる。いや、それ関係あらへん。待って、どこから、どこから。あ、いいよ別に。チュッてなるだろ。お、
お、やる、うまくなかった他のトレーラーとちょっと重なっちゃうな。でもアプローチはいいね。長いとね、ちょっと感覚つかみづらいんだよね。カーテンロングトレーラーってやつか。しかも左側が見えないからさ。おお。いやでも俺より全然うめえわ。そうなんですか。いやそんなことないと思うぞ。いや俺ダメ、すげえ下手なの、時間かかっちゃう。これ吐く、ここ嘘、ここ吐く。お、入れたね。あー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 あああ臭いなもう大丈夫、もうクリアだよ。あとはもう猿でも入れられるよ。なんか横のコンテナに当たり判定があるって考えるとちょっと難しいよな。難しい。これは今回ないからいいけど。うーん、あれ入ったことなんね。嘘。え、いや入ってた、入った入った。いやちょっと長いからさ、結構奥まで入れる。こんな感じでいかがですか。美しい。ビールケース吹っ飛ばした時は笑ったけど。嘘、それちょっと見たいわ。散らかってる。吹っ飛ばしてトレーラーの下に巻き込んだから関係ねえとか言って、ぶっ壊れろとか言ってて最低と思って。まあ、こんな感じっすよ。お、やっぱでもあるんだろうな。近場のさ、ちょっと修理のところ行きて。あ、俺も行きたい、行こう行こう。同じか、気持ちは。いや、あなたよりひどい。マジか。急に止まるトラックがいたからさ。そんなん信号、お前左折なんだから俺のせいじゃねえよお前。いや参ったわ。どう考えたってお前車間作れてない、お前が悪いわ。対向ついてきてる、来てる来てる。あ、そっか、 U ターンしてんのか。いや油断したわ。もうあのなんつーの、車来てるのにさ。あ、いけねえ、これ右出れねえ、右しか出れねえや。プップー。あ、待って、左出れんのこれ。あ、違う。あ、真ん中に高速走ってんのか。左左からのすぐ左だね。もう一回左だね。あ、まっすぐでもいいのか、どっちもいいや。どっちじゃ。左。なんだよ、ど、了解。いやでも比較的マナー良好っすね。っていうか台数がそんなに、ほらユートラとかだとさ結構多いじゃないですか。でもサーバーに今900台以上いるんだけど。ユートラはだってユーロトラック倍以上いるっしょ、いつも。マジか。2000人近くいるからさ。だってアメリカントラックシミュレーターマップそんな広くないよ。ああ、そう考えるとあれ多いのか。あれ、ここ何、ここガソスタか、これの奥だ。トゥトゥトゥルトゥルトゥトゥトゥルトゥ。あ、ごめんね、俺つい一時停止しちゃうんだよね。いいよ、しろよ。車来ないの分かってんだけどさ。いや、一時停止、大丈夫でしょ。なんだよ、なんだよ、迷った。あ、いや、あの急に止まってうわってなっちゃうかなと。ならない、ならない、ならないから。
着いた。着いた。おお、面白いな。いい色にしてんじゃねえかこれ。おお。俺も色塗りたいわ。ダメよ塗ったら。え？なんで？いやいや、マルチで塗ったらダメよ。ああ、分かってます分かってます。俺はあの車直すのだけ。直してください。俺もこすった。700円。ああでも700円だったらいいわ。稼いだ稼いだ。あとローンが50回くらいあるんだ俺。やったじゃん。俺100回くらいあるよ。なんでだよ。あてか20ローンだからさ俺。なるほど。あいた。何やっとん。見つけた。てか目の前のトラックすごいかっこいいな。あ本当だ。何あれ。何これ。ちょ見に行こうぜ。あの人の隣がいい。うわ、トラック乗ってるけど、なんかこう、ミーハーっていうか、わかるわ、動きは。うわ、ヘビ柄だわ。そう。ヘビ柄だわ。おしゃれい。窓から腕出してそう。すごいなぁ。すごい。グリルについてるあのフェンダーっていうか鉄のやつがさ、やばいね。グリル？あのほら顔の前のさついてんじゃん。うん。あれがすごいね。あ、ね、本当。マッドマックス仕様だ。マッドマックスだね。引くことを想定してるよね。何か、うん。ぶつかっていくぞっていうね意志がわかる。意志があるね。うん。もうなんつうのプロシュートの兄貴を有言実行やってる感じよこれ。あーぶっ殺すと決めたなって。そうそう、もう引いてるから。もう引いてんだろ、あれつけた段階で引いてんな。すげえな。ライトもすごいデコトラ状態ね。うん、そうっすね。でも安全のためにあんくらいつけた方がいいな、ライトは。よし、一回区切るかい。区切ろう。40分くらいか。ちょっといいよ時間。なんか言うことある？え、ごめんなさいって謝れって。え、なんで。え、なんで。いやいや、動画を閉めるかなんか言うことあると思った。あ、ドキッとした。俺になんか言うことないって言ってるのかと思った。ないよ、俺は言うことあるよ。な、なにぶつけてごめん。珍しくあの立場がいつも逆、いつもと逆だよね。そうだね。トレーラーがさ、ボーン上がったからさ、もしかしたら荷物にダメージ入ってたかもしれない俺。あー、そうかもね。よく確認してないけど。すんません、この野郎。ボケが。これからもよろしくお願いします。よろしくお願いします。いやでもなかなか民度よくってよかったよ。あ、そうですね。走ってる他のプレイヤーもね、うん、逆走とかしてるバカとかいないし、うん、よかったよかった。この調子でもっとみんなマナー良くなってくれるといいと思う。感想終わりです。かっこいいなお前の。あれかな、 MP になってからバンとか厳しくなったのかな。え、ほら、アメトラとユーロトラックがさ、あの、ああ、マルチが一緒になってさ、アカウント登録が結構面倒くさくなったじゃないですか。うんうん、細かくなったから、バンもうるさくなってるかなって。バンされるから。それでいいと思うよ。うんうん、それがいいと思うよ。うるさくなってたらいいな。これ、うん、色変えよう。何色にしたの？でもその色俺いいと思うんだけど。こんな感じのパールホワイトにしようかな。こんな感じ？どこの？いや、この白い色のやつのもっとパールホワイトっぽくしよう。なるほど。下道の秀人さんみたいにしよう。それ分かんねえから。分かる、分かる人は俺と友達だぞ。分かる。それはそれ大体分かんねえから。分かんねえか。下道のナルカム秀人のパールホワイトのスペックスでしょ？そうそうそう、うん、大体分かんねえから。うん、よし、区切っとくか。もう区切ってくれよ。下道で締めるなんて最低だよお前。じゃあみんな頭にハテナマークついた段階で終わるんだぞ。何それみたいな。俺さ、この前テレビ、ローカルテレビかなんかのさ、うん、やテレビを見てて、いい締めの言葉を思いついたんだよね。何？あのなんかドライブだか車番組のやつで最後の締めが、うん、いい、これで区切るよ。オッケー。来週もドライブゴーゴー。ハハ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 ハ
辛いよ。やだーもう。もう本当にやだ。なんでそんな見つけてくるの。よし、じゃあ二人で揃えていって区切ろうか。やだ。なんでだよ。今区切るとこ与えたろ。やだ。俺は言わないよ。一人でやって。じゃあやるわ一人で。マジでやって、うん。要望があればやるわ。じゃあやって。したら俺スイッチ押すから。何の？終了ボタン押すから。え、もう一回？え？まだ録画続いてるよ。ついてるよじゃなくて今じゃあ一斉に一緒に言おうよ。俺は言わないって。なんでもう一回言わせんだよ。だって要望があったらやるよって言うから。おお、練習でしょさっきの。いいよ、じゃあそれで区切れよ。分かった。はい。なんだよ。早くやっていいよそのまま。来週もドライブゴーゴー。終わりだ。